はい、実況させてもらってます、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、カプコンちゃうわ。ナムコのね、リッチレーサーをね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。たまにやりたくなるんですよ、このゲームね。そうやな。初級 AT。初級でやってみるか。で、コースね。あ、コースが、あ、そこ、こうなってるのか。ちょっと待って、オートマチック。じゃあ、オートマでやるか。ギャラクシアンやな。おお。これ逆走できるのかな、これ。逆走できるな、こうやって。うん。逆走ね。これぶつかったりできるのかな？できないのか？ぶつからないね。あら。おー、ぶつかってきたね。まあ、こうなるわけか。なるほどね。中級でやってみるか。中級でスタート。懐かしいこの曲。懐かしいな、この曲。あんまり上手くないんですよ、僕ね、たまにでもやりたくなるんですよ、このゲームはね。リッチレーサーって今どれくらい出てるんやったっけ。5か、5ぐらいも出てるんやったっけね、確かね。僕はリッチレーサーこれしか持ってないんでね。すごいな、ぶつかっても走れるってのがすごいよね。でもね、昔はね、このゲームが発売した当時はね、このグラフィックでもすごいと思いましたもんね。迫力あるなーってね、すごいと思いましたもんね。今、プレステ2とかプレステ3になってからも超リアルになってからね、もう今考えたらこれもう、ほんとね、荒いですけどね、画像がね。ドットが荒いというかね。今考えたらそう思いますけどね。昔はこれでも驚いたもんですよ。そう、この音楽懐かしいね。このわけのわからん音楽ね。懐かしい。タイムがもうないね。おお。ギリギリ間に合ったね、タイムがね、今。
でもこのリッチレーサーってポールポジション以来のレースゲームになるのかな、そんな気がしますよね。それ以来なかった気がするよね。まあファミリーサーキットとかあったけどさ、こういう感じの 3D 視点のねレースゲームっていうのはね、ナムコのゲームではねもうなかったよね、確かね、あとポールポジションの後次ってこれ多分これですよね、まあ、ポールポジションは F1 でしたからね。これ F1 ではないからね。また違いますけどね。間に合うかな。あと8秒、7秒。間に合うかね。うわー、間に合わんか。あ、間に合わんかったな。もうちょっとでフィニッシュやったのにな。難しいね。これね、コースによってね、音楽多分違うと思うんですよね。ちょっと待って。で、これで、これ、コース選べなかったっけ？これ、同じやもんね、さっきとね。あ、この曲や。この曲好きなんですよ。この曲、懐かしい。この曲、神曲ですよね。そうそう。いやね、今日ね、リッチレーサーをね、やったのは、この曲を聴くためなんですよ。この曲を聴いたかったためにやったんですよ。リッチレーサーといえばこの曲って感じしませんか？この曲ですよね。有名な曲ですよ、これ。まあ、今度は初級でやってるんで、さっきよりはね、簡単だと思いますよ。簡単ってこともないけど。これ、あれはね、音楽ランダムで選ばれるんよね。この曲いいですよね。はいはい。僕ね、結構ね、意外とレースゲームも好きなんですよ。ただね、まあ改造したりとかわからないですけどね、そういうのはね。ただこうやってね、レースゲームとしてね、こうやってまあ走るのは好きなんですよね。ドライブゲームというかね。好きなんですよ、意外とね。あの、グランツーリスモとかね、ああいうちょっと、車改造しないといけないようなね。まあそこまでね、まあ細かくなるともうね、いいやって なりますけどね。まあちょっとシンプルな感じのね、レースゲームが好きなわけですよ、僕はね。アウトランとかね。F1 レースとかね、ポールポジションとかね、ちょっとシンプルがいいんですよ。シンプルなレースゲームがね、好きなんですよ。アイルトンセナのね、スーパーモナコグランプリとかね、ああいうのが好きなんですよ、僕はね。
あとまあね、セガのエンデューロレーサーとかね、あとハングオンとかね、まあバイクですけどね、あれも好きですしね、うん、クリアしましたね。最初のコースクリアしました。6位ですね。うん。ゲームオーバー、はいはい。初級でもゲームオーバーやからね。これ3位ぐらいまで入らないと無理なんかな、これ多分な。うん、そういうことやな。うん、まあ、とりあえずこれでね、終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。